皆さんこんばんは、淡井圭介です。本日2024年、5月31日、19時、11分。基本的に、佳子様、佳子ちゃんへのメッセージや、皇室の方たち、国会議員や各地方議員、マスコミの人たちや公務員の人たち、まあ、ホテルマンの人たちとも付け加えた方がいいかもしれないですね。私が若い頃、1997年8年、それぐらいの時期に神戸市立ホテルフルーツラパークで何があったか、もしかしたら1996年の時も含まれるかもしれませんけども、あと、2007年から8年、神戸市立ホテルフルーツラパークでの勤務の時のことをですね、まあ、2007年、8年の頃には、その誰それが、結婚話した人間がホテルの一室に泊まっていて、そこへの鍵を私に持ってくると。で、私からしたら、どこの誰かよくわからない、話のいきさつすらわからない。で、それまで私の方でも何かこう、まあ、例えば安藤美姫の件だったら、まあその頃は、そのものは、フィギュアスケーター安藤美姫は、小学生。で、まあ結婚話、おんのんとか、そういうふうな話をしていたんですけども、結局、途中から、今考えた人材派遣会社の、まあ以前、山田取締役、その前が山田部長と、言われてたものの、奥さんが出てきていたと。で、そのものが、フィギュアスケートの、関係者だったのか、字幕が、そういうふうに出てきただけなのか、だからね、安藤美姫の母親が誰なのかっていうことがまずよくわからない。で、最初は結婚話だったみたいなんですけども、その次から、だからスポーツの勝ち負けにチェンジしてるんですよ。で、相手多分証券会社の人だから、っていうような形で、まあ、フルーツ盛り合わせを持っていって、まあその結婚話はっていうような話で、もうそうね、お前から言った、それとも向こうから言ってきたあの話になるんですよ。で、それはね、もっと一番最初の頃まで遡ると、僕は小学生の頃まで遡るんですよ。安藤証券の、その、多分、まあ親族、まあ、まあ、最低限6親等以内ではあるとは思うんですけども、赤ん坊の頃の安藤美姫を抱っこさせられてるんですね。当然赤ん坊である安藤美姫にはその記憶はない。こういったややこしいところからのスタートなんですよ。まあ子供の頃、弟が生まれたのが、小学校2年生の頃で。で、まあ、名前を考えるっていうことを、漢字の辞典を引いて、まあ開いて、様々な名前を考えていて、実際そういうふうな名前を付けたんだと思います。その美しい姫と書いて美姫っていう名前だとかね。で、その赤ん坊を抱っこさせるっていう行為が芸能界で流行ってるんですよ。スポーツ業界で。それさせられた人間は結婚話くっつけられて、スポーツの勝ち負けに飲み込まされて、結局、お金、私のケースで言うと、未だにお金の支払いもなくて、名前と住所と電話番号本当にわからない。もう全員がそれなんですから。本当のところどこに住んでるかわからない。で、それどころか、もう途中から話が、そういったものが続出してきて、もともと阪神・淡路大震災は1995年にありまして、まあ、経済的にも、まあ、神戸市を中心に兵庫県は、まあ、ズタボロになっていたと。で、最初みんな学校を通っていた時に、まあ、まあ、就職してっていうことを教えられるじゃないですか。で、就職して、まあ、働くことっていうことを社会の、絶対的な義務だと思ってらっしゃる方が いるかもしれませんけども、六法全書を見てもらったら分かると思うんですけども、労働の義務をオフって書いてるんですよ。オフをうじゃないんですよ。別の内容のところでは、他のね、労働の関係のところじゃない別のところでは、本当にこれ、しちゃダメよっていうところは義務を負うって書いてるんですよ。
オフとオを分けてるんですよ。もともと仕事の絶対数の話があって、エネルギーの残存量問題があるから、余計な仕事を増やしちゃダメだったんですよ。だから女性が家を守って男性が社会で働くみたいな形で良かったんです。で、まあちょっとそのフルーツアーバークの話に戻りますけども、まあ僕は二十歳ぐらいの頃、小林麻也、まあそのものも、まあ、小林麻也アナウンサーっていうアナウンサーも最近見かけなくなったと思うんですが、まあ、昔いて、まあ、一応 TBS の看板アナウンサーにはなってたんですけども、子供の頃、阪神淡路大震災前の東山高校に遊びに来たり、したことが何回かだけあった。何回かだけ。で、僕からその者の家に行った記憶っていうのはありません。小学校、1年生か2年生か3年生ぐらい僕の頃は。で、東山小学校に、僕は6年生の頃にクラスに混ざり込んでいたか、4年生の頃にクラスに混ざり込んでいたか。で、もう実はその頃からスポーツの勝ち負けに我々は利用されていて、まあ、年下を勝たせてあげなければならない。で、オグリキャップという馬がいた。ホーリックスという、あの、ジャパンカップという日本の競馬のレースがありますけども、ホーリックスってオーストラリアのメス馬なんですね。で、オグリキャップっていうのは地方の、地方から出てきた、競走馬であって、まあ、中央競馬会に乗り込んでくるような形の馬だったんですね。で、未来からの時間軸で、実は足の力を渡してるんですよ。他にも結構そういう馬います。で、学校の先生だと思うんですけども、授業でね、まあ、その辺の話、スポーツ界ではああなってる、こうなってるとか、未来の時間軸からではこう聞こえてると。君の名前で呼ばれてるけども、心当たりあるって。いや、競馬なんか全然わかりませんと。まあ、そういうふうな形で、結局は、年下の女の子を勝たせてあげなければならなかったというような形で、ホーリックスが世界レコード出してるんですよ。オーストラリアの方が、世界レコード。で、まあ、その後、多分会ったことないはずなんですよ。小林麻也っていう存在と、小林麻央っていう、まあ、妹も、一回ぐらいは、家に遊びに来たことがあるはずなんですけども、その東山高校の方ですよ。神戸市兵庫区の阪神・淡路大震災前の頃に。で、中学生の頃も、多分会ったことがない。で、高校生の頃ゲームセンターで小林麻央は、ラルフ・鈴木という日テレの、男性アナウンサーも今はいませんけども、途中はね、ちゃんと鈴木なんとかっていう名前出てたんですよ。途中からラルフ・鈴木っていう名前に変わってしまって、まあゲームセンターで、小林麻央を連れてきていたとなると、まあ、小林麻也のその、ホームページを見ると、一応西宮市に一時期いたことになっています。まあ、阪神・淡路大震災の影響を受けたといえば影響を受けたんでしょうけども、まあ、鈴木アナウンサーも、その、まあ、その後、神戸市立ホテルフルーツアパークで、勤務していた1997年、8年、それぐらいの頃にも僕に会いに来て、まあ、いろんなことを、会話したりとかもしています。まあ、あとは、そうですね。大阪ヒルトンホテルに1999年から2000年にかけて働きに行ってたんですけども、休みの日にフルーツアパークでも働いたりしていたことがありました。で、そこで、ラルフ・鈴木さんがもう一回来て、まあ、王朝っていうレストランで、ダイナと、読むんですけども、その、まあ、ダイナ4というバンドがあるんですけども、まあ、スクエアエニックスさんの、まあ、ロアンシングサガ関係とかの曲を、YouTube にアップロードしていて、多分もともと音楽業界を目指しながら、アナウンサーを掛け持ちしてたんだと思いますよ。日テレの有働アナウンサーという人、まあ今はもう日テレに所属しているかどうかわからないですけども、日本テレビ放送の株式会社のことです。で、その人、有働音楽堂とか、そういう音楽業界の出身の人のはずなんですよ。まあ自分でも言ってたことあります。で、もともとね、この世の中、その職業は、ある一定の売り上げをずっとキープすることが難しいと。なんかどうしてもそれがあるから、
職業結構いろんな人が転々としてるんですよ。だから最初から二重三重の備えのような形で、複数の、スキルを、身につけているみたいな状況で、まあテレビ局の場合はテレビ局という範囲内で物事を考えてるから、まあ音楽業界プラスアナウンサーみたいな形だったと思うんですね。で、まあ昔から役者関係、ドラマ関係に行くのは危ないっていうことは、昔から言われています。で、やたらと写真に写ってる人間に関しても、もう水着の写真集あたりから出してる人間はもう近寄らない方がいいっていうことに、なっていますね。もうそこから先もなんかあるかもしれないって。で、その小林麻耶が、昔、結婚話したことがある方なんですけども、そのホテルの中にね、部屋に泊まっていて、客室には僕、従業員だから、まず行くことないんですよ。で、ホテルのフロントで、毎日レストランとかバンケットとかバーベキューコーナーとか、まあ、飲食関係のところで働いていたのに、ホテルのフロントで、働かされ、まあ、ホテルのフロント、もうこっちも仕事あるけど、どうっていうような形で働いていて、何か目の前にこう鍵を渡してきた人がいるんですよ。なんかその前にね、だからね、これ久しぶりに顔を合わせた時に、向こうが僕のことを、僕がその相手のことを覚えてると思い込んでる人たちが多すぎるんですよ。数が多すぎるから、その男性にしても女性にしても、例えば、ダルビッシュ有に関しても中学生の頃じゃないですか。だからまだ、その後どういう風に活躍するかなんかまだ誰にも分からないじゃないですか。で、議員さんだけでも、そのフルーツラパークキムジ自体で、日本人だけでも100人以上絶対来ています。まあ、その後、議員になってる人が、まあ、知事、市長含めて、知事、市長も議員です。で、まあ、他国の人たちの政府上層部といえばもうすでに議員ですから、覚えていられるかって言ったら、もうその頃一応六法全書も購入はしていたはずなんですよ。家にあって。で、あとプラスパソコンも家にあって、こう、だパソコンのワードとかをこう覚えながら、六法全書覚えながら、仕事場も、宴会場とカトリア、もうこの時点でね、私は、宴会場だったら働きますけども、披露宴とか、要するに、懐石料理だとか、そういうふうな、宴会だったり、披露宴っていう形のところだったら働きますけども、レストランの方はちょっとっていうような人たちで、レストラン側と披露宴側とか、その、複数の、セクションというか、持ち場をこう、同時に行う人ってなかなかいないんですよ。覚えなきゃならないこといっぱいありますから、その辺効率性とかもありますから、だいたい一つに絞ったりするじゃないですか。だから僕の場合、バーベキューコーナーと、カトレアと、バンケットの方とかも、もうどこも主軸のようにして働いていたんで、自分の仕事プラス、六法全書プラスパソコンをなんとか扱えるように、みたいな状態の頃が二十歳ぐらいの頃で、急にこう鍵持ってきても、私の部屋に遊びに来てくださいねって鍵渡されても、いや、明日の出勤時間もこれぐらいの時間なんだけどとか、いや、機械持ってきてないしとか、それもまずあったでしょうし、もうこれもその当時のこと、もうほとんど忘れてます。強烈なことを思い、だけ覚えてるんで、ちょっとそのことだけ話したいんですけども、そのホテルのフロントに働いているときに、男性がね、鍵を渡してきたんですよ。で、っていうのは、いやな、お前、相手からなんか鍵を渡されて、って話聞いたけどもって、これはフルーツラパークの職員の人に言われた、注意されたんですけども、その間、どこの誰か分かってるって、名前とか住所とか電話番号っていうことで、どんな人って、いやなって、お前まだ、若いからよくこの世の中のことよく分かってへんから言うねんけども、その、変なエロ業界の女とか世の中おるよと、鍵渡されても、簡単に相手のことを身元わからないようなところ絶対いたらあかんでっていうふうに言われてたんですね。で、それ込みで、フロントで働いているときに、男性のものがね、こう、鍵を持っていて、この鍵をお前が、持っていかないんだったら他の人間は持っていくか、
持っていくとか、まあいろんなケースがあったんですよ。で、他のケースがどうなったか僕も全然わからないんですよ。何か事件が発生したのかどうか。ただ、この件だけはちゃんと、いかな、本当にまずいっていうことで、まあ、客室の方行ったら、まあ、どちらが1回目でどちらが2回目か分かりませんけども、中から悲鳴が聞こえてきて、小林麻也がレイプされそうになってたんですよ。で、それで、そのレイプしそうになってた人間は島田紳助、行列のできる法律相談事務所とか出たでしょ。で、だと、のはずなんですよ。これ、すごくややこしくてね、何回か同じような部屋に宿泊してきて、親族のものなのか、友人のものなのか、別の男とも小林麻也はそこの部屋で話したりしてたんですよ。だから僕からしたら、状況はまず全然わかんないんですよ。で、しかも島田紳助って日テレの役員の人間じゃないですか。か、役員の息子だったんでしょ。いや、だからもともと1956年売春防止法出来上がってるから、テレビ局でもともとむちゃくちゃなやつらが集まってきてるんですよ。で、で、片やね、全然見覚えのない女が、ふざけたふりしてね、まだ襲われてるようなふりして笑いながら、なんで助けてくれなかったのよとか、言いながら、もう、それ小林麻也は、もう半泣きになりながら、なんで助けてくれなかったんですかって言ってくるんですけども、いや、客室の中、そんなもん勝手にね、ドア開けれないでしょ。フルーツラパークってあの頃、カードキー、いや、確か普通の鍵ですよね、回す。あれ、僕、その前通っただけで鍵持ってなかったはずなんですよ。だから中から出てきてこなかったら、入れない。その前に、急に出てこられても人間顔変わったりするから、小林麻也ってわかんない、わかんない。だって数年に一回現れる人間って認識ずっと覚えていられるかって言ったら、覚えていられないし、変な奴らが多い。で、だから最初の方がそうだったのかな。なんかもう下着姿で出てきた人間で、笑いながらなんで助けてくれなかったんですかっていうようなことを、その後かな。後だったら、小林麻也のふりをしてるエロ業界のやつ、噂が出回って。だから、そいつに関しては、もうどこの誰かもわからない。本当に根本的に。だから下着姿で、本当に、一般的なその宿泊の通路に平気で出てくる女だから、もう絶対エロ業界の人間。っていうようなことがあったんですね。で、かたや、議員で松原っていう人間がいたと思うんですけども、兵庫県の NHK でニュースウォッチ9が、まあ、21時ぐらいから、まあ、全国放送であると思うんですけども、その前の8時45分から21時までの間に出てくる松原という議員、その息子と思われる人間が宝塚三田病院に、入院していて、後から、出てきてから、以前、その男と会話を交わしていた時の内容は、こう、つなぎ合わせていくと、最初ね、その、暴走族していて、特攻服とか着たりしていて、警察署の前行って、その、警察官をしょっちゅうからかったりだとか、まあ、そういうことをしていたと。で、もうかれこれ7年入れられてるとか言ってたんですけども、他のね、そいつの、その生態系の話とかを聞いていたら、後から家帰ってから、こう物事整理整頓したら、こいつレイプしたんちゃうかと。だからもうその時点で僕はすでに強制わいせつされてる性被害者側の人間だから、もしかしたらその場でそれ分かっていたら、まあ、喧嘩になったかどうか分からないけども、いやもうちょっと喋りたくないからってなってたとは思うんです、その男と。で、その男の名前は松原なんですよ。で、まあその、親は離婚してたらしいんですけども、でもその、レイプ女の件が引っか、見つかって、で、その、元、国会議員だと思われる松原、もしかしたら、兵庫県議会か、市議会の人間かもしれないんですけども、NHK のアナウンサーしてるその男性、最初の方、髪の毛染めてる女と一緒にいて、その男自身も結構怪しい。で、その男が、
多分国会議員の人たち2名、両脇、抑え込まれて、引きずられながら、連れて行かれている映像見たことあるんですよ。多分そこ親子だと思うんです。だからもともと政治家の世界でも何があるかって言ったら、昔ハニートラップっていう言い方が多々あったんですけども、まあけど加害してるのが男性なのか女性なのかは、それはその件を見てみなきゃわからない。どういう意図があったかとかはしっかりと調査しなければ。で、今その松原っていう男をかばってるんじゃなくて、まあその男が NHK の兵庫県の番組に出てるのも、もしかしたらもういないかもしれない。ただし、以前いたから、その証拠として、それが出てきてる。だってね、メガネかけてるバージョンと、メガネかけてないバージョンがあるんですよ。で、ここから重要、カコちゃんの話。2007年から8年、カコちゃんが神戸市立ホテルフルーツラパークに、その時も変な話になったんですよ。その当時、カコちゃん、高校1年生でしたっけ？それとも中学生？それによって話が大きく変わってくるんですけども、神戸トライアルウィークっていうことで、本当はね、15歳以下の人を社会に出て働いちゃダメなんですよ、法律で。だけども、神戸市が、なんていうんですかね、学習体験みたいな形、実質にこう、賃金が発生するとかじゃなくて、ちょっとまあ仕事場で働かせてもらうっていうような、ものですね。まあ、そういったものがあって、だからそれでカコちゃんが、働きに来ていた、昔僕との結婚話をしていって、自分の初恋の人のことを見に来たと、まあそういうふうな形で、まあ、部屋に誘われたんですけども、それも年齢考えたら危険じゃないですか。でこれね、カコちゃんにも聞きたいんですけども、フミヒト様や紀子様に言われて行きました。で、あとはフミヒト様、紀子様とかは、誰かに、勧められて、カコちゃんを行かせました。まあ、高校1年生だったら、一応15歳以上の年齢で、女性は結婚できるはずでした。昔の旅行接種。今はどうかわからないですけども、昔はそうだったんですよ。その当時の頃。で、男性は18歳以上。だから男性と女性で結婚できる年齢が違うかったんですよ。で、僕は、懸念をしてるのは、まあ、僕と加古ちゃんが、将来を誓うような、キス、つまり結婚に関する誓いみたいなものを、証人真子ちゃんでね、行って、その後、まあ、神戸市立ホテルフルーツラパーク内の朝礼とかでね、そういうふうな一件があったっていうことをちゃんと述べてるんですね。話がどうなるかわからないから。で、だからその頃はまだ悠仁さんは生まれてないんですよ。ここからが重要な話。もう、この辺20分くらいのところから、国会議員の人たちとかも、もう本当は最初からしっかり確認した方がいい。だから、もし僕が、仮に中学生だったカコちゃんの部屋に行って、まあ何かあったとしましょう。で、それ理由で、淡井圭介プラスカコちゃんを精神病院行きにしたりだとか、そういうふうな方法を誰かが画策していた可能性があるっていうのは、北朝鮮と、韓国や台湾や、満州国、日本は第二次世界大戦の頃まで、まあ合併していたと、併合していたと。まあ、こういう状況があった後、何があったかって言ったら、例えば、まあ、朝鮮半島の、例えば北朝鮮のことを悪く言ったりだとか、中国のことをとか、そういうようなテレビの放送をしてたわけじゃないですか。ってなると、自国の人間の中に、もともと、その国の人たちの家系の人たちとかが一緒になって生活していると。で、他の国でもどういうふうに日本のことを放送していたかはわからない。で、こうなってくると、もし皇族という家系を潰したい人間がいたとするのであれば、だからその頃まだ愛子様も生まれてなかったんですよね。だから1998年の頃。まあ、加古ちゃんが働きに来たのは1997年だと思うんですけども、
だからそれぐらいの頃に画策されていたのであるとすれば、淡井圭介と佳子様を佳子ちゃんを潰すと、あとは真子ちゃんしか残ってなかったでしょ、あの状況。っていうことは皇族という血筋を、途絶えさせようとを、画策していた連中がいた可能性があると。でそういうような状況っていうのを大真面目に、まあ警察官の人たちも含めてね、もう一回ちゃんと整理整頓した方がいいです。だからこれ政治業界とかの人間とかの、まああの国会議員のその大臣とか、まあ大体その大臣とかになるぐらい出世した頃に自分の息子や娘がある程度の年齢になってるっていう人たちが、まあ一般的じゃないですか、普通に考えると。だからまあ、狙われやすいっていうのはもともとあって、だからまあ、権力闘争の部分もあるでしょうし、やったやられたみたいな形で、だから党という団体同士で、対立してしまうと、数が多いじゃないですか、国会議員だけじゃなくて、地方議員の人たちも数までいるから。だからそこで、歯止めの効かない喧嘩と、その、落とし合い。その引きずり下ろすっていうそのえげつない方法をホテルの客室でその鍵を持ってきて、この例えばね、じゃあ僕が仮に秋篠宮家の佳子ちゃんのことをしっかりと覚えていたとしましょう。でとある男性が秋篠もう丁寧な言葉でね、秋篠宮佳子様からの、伝言でこの鍵を扱ってるんですが、この鍵を持ってその部屋に、来てほしいということなんですが、お渡しいたしますって言われたら、これどうされます？真面目な人間だったら行きますよね。だ言い方に関して丁寧だからどうだとかこうだとかじゃなくて、誰にこう言われてそういうふうな行動をしたのかっていうところが、これが重要だと思うんですよ。だから状況を今考えて整理整頓すると、すでに1997年8年の頃から、まあ、僕は狙われていたというのはまず間違いない。だからその貸金請求の件で、まあ、上村秀明やそういった男が淡井圭介から、お金を200万円ほど借りて、そのうち、カードローン3社から30万ずつとか、まあ、合計でまあ200万円ほど、210万円ですかね、まあ、それぐらいなんですけども、まあ、そういうことを、させられて、キャバクラに連れて行かれてるんですよ。だその時点で僕を絶対脅しに来てる側の連中じゃないですか。そこで不名誉な状況を作ればこいつは社会的信用を失うエロ業界側だという、まあ烙印が押されるみたいな形だったんだと思うんですよ。で暴力団の名前を出されて連れて行かれて、まあそこは警察官の方、4人突入してもらってるんですけども、もうその時もね、もう水もウイスキーも一滴も飲まずに、もう誰とも喋らないんで、もうこうずーっとこうしていて、もうだんだん腹立ってきてね、いやもうああいう感覚になりますね。その、いや自分がね、その男に金を貸すときに、今まで結婚話してきた、テレビに出てるアナウンサーとかモデルとか、これ話の持って言い方で同等でもないでしょ、数が多かった。いや、早くねって君が誰かと結婚してあげなかったら、あの人たちだって結婚できなくなってる状態が出来上がっちゃってるよって言われて、で、東京の方でも仕事何か君にもないと、大変だよねっていう話をされて、で、飲食店、まあ飲食業界だったから飲食店ぐらいだったらできると思うよって言われて、そこの、再建、不良再建とかじゃなくて、再び、まあ、店を、盛り返すっていう意味でね、そのための、軍資金というか、その資金を、まあまあ軍はいらないですね、資金を、ちょっと出してくれないかと。こういう話を持って言い方されたら、どうしようもなくなってくるじゃないですか。で、途中からお金渡したら、暴力団の名前をちらつかせられて、
で、まあそこの中にね、キャバクラの中に入れられて、で、だんだんもう腹立ってくるじゃないですか。あ、こいつ騙してるなっていうのは分かるじゃないですか。あ、もうこうなりながらでも、やっぱりこう我慢の限界が来て、もう手が出てしまいそうになるんですね。膝蹴りとかも。本当に本当に。なそれがまあ、電波で警察官の人が、もうイライラするのは分かるけども、もうそのまま動かんといてと、手出して、今自分一人やろうって、俺らが行くまでちょっと本当に待っといてっていうことで。で、まあ、パッと見たら、まあ、三井住友銀行の、その頃は三井グループだったんですけども、黒い服を着た井上京子というものが胸を大きくしていて、老人男性に胸触らせていると。膝の上に乗ってですよ。だからこいつらどっからどこまでっていうような形で。だからフィナンシャルグループとかそういうふうな知識を持っていたら、芋づる式に一気に、まあその等にも大きなダメージが被るような形にはなるでしょうね。フィナンシャルグループのところに元国会議員だった人間とかが役員の中に混ざっていたり、まあ例えば役員じゃなかったとしても部長とかが、まあ課長以上でも十分だと思いますよ。一般の平でも厄介ですから。元議員っていう、国会議員っていう、その肩書きがあったら。まあ、相当厄介なことに巻き込まれたっていうような事実であって、それは継続されていて、連れて行かれたんがね、秀和株式会社で働いていた2年目ぐらいの頃だったんですかね。それぐらいの頃だったと思うんですよ。で、まあだからその頃までいろいろ喧嘩を売ってこられて、てるケースが多々あって、だからまあ例えばその頃の秀和株式会社だったら、骨の間に指入れて怪力に物言わせて持ち上げてこようとするやつがもうめちゃくちゃ痛いですね。そういうふうな暴力的な声、もうフルーツラパークで二十歳ぐらいの頃からその溝落ちに、全然知らん人間が、裏方パントリーに入ってきて、ボディーブローを入れてくると、それまでもううつくまって、もう胃がひっくり返るような感覚ですね。もう立てないっていう状態。だからそういうようなことを多数経験していて、まあちょっと余談ですけど、それでね、そのフルーツやパークのバーベキューコーナーに、その当時、まだボクシングのプロになったかなってないかぐらい練習生だったかもしれないですね。長谷川穂積だとか、まあその後世界チャンピオンになってます。まあ十何回防衛、その後、まあもうその頃頭なんか出したりしてるんですけども、世界チャンピオンの頃。あとは山中慎介だとか、まあそういった、者たちは、まあ割と僕に年齢近い人たちが来て、まあちょっともうご信用に、これもう何か身につけておかなかったら、まあちょっとはちょっと運動神経っていうだけじゃ、ちょっと前のあの件も無理やぞと。まあそれは女性4名なんですけども、2名に両腕を全身の力を使って引っ張られたら、もうこの状態になったらもう逃げ出せないんですよ。もう肩外れそうになってめちゃくちゃ痛いです。本当に両手でこう引っ張って、両腕の力プラス背筋の力プラス足腰の力を相手は使ってくるでしょ。それはもう一本の腕の腕力なんて、腕力なんか、その筋力なんかじゃもうどうにもならないですよ。一回もう伸びてしまうと。だそれまで上体こうねじったりとかして、脱出しなきゃならないんですけども。だから、相手が女性でも複数いたらもう絶対油断ができない。で、もうそういう無茶苦茶な経験っていうのをいっぱいしていて、まあそういう彼ら、まあボクシング業界で、その後、まあ世界を目指す者たちが、まあ働きに来たりしていた。ということがありました。まあ、結局、僕の弟も、その、長谷川穂積、彼が通っていた、千里場ジムっていうところに、ボクシングの、ジムに、まあ、通わせたりとかもしてたんですけども、まあ、本当にちょっと危ないかもしれないからって、もうちょっとごめんなって、ややこしいことになってしまったけども、で次は、ややこしい奴らが来ようと、いうことで、
まあ、あの、まあ、貸金のそのキャバクラに連れて行かれた件はさておき、また2002年にね、その継続、まあ、さておきじゃない、継続。その後働きに行った、2002年サンパレス六甲に関してなんですけども、まあ、そこでも、今まで結婚話したことのある女性アナウンサーが、まあ、20名ほど現れて、なんかね、その時誰か一人代表者みたいなものが一人いたと思うんですけども、もう誰といつどこでどういうふうに話をしたかっていうこと自体、まず書類化してもらったらもうわからない。それプラスそこそこみんな顔が変わるっていうのはあると。で、そこの、僕の上についていた、僕は人材派遣会社の人間で、サンパレス六甲の、直属で働いていたカヤというもの、だから黒服を着てたものなんですけども、そいつも、その、東京の、結婚話をした有名人、うんぬんの件で、そこに連れて行ったるって言われて、新幹線にでも乗るのかなと思ってたら、また三宮に連れて行かれたんですよ。キャバクラ。だから、その時も大変でしたね。あらかじめにね、神がかり的な力の方で、肺に穴開けられてるんですよ。それ、半年ぐらい前に宣言されていて、2002年の、6月か7月か、まあ、それぐらいの頃に、もう、そういう話になってるだろう、なんだろう、なんか言われてきて、で、宣言されてるんですよ。そんな奴はどうだとか、こうだとか、いろんな女を、その結婚させないようにしてる奴はどうだとか、こうだとか。もう、事実無根なんですよ。で、翌年の2003年の1月に110号室の方から、もしかしたら電波かもしれません、まあ、多分人だと思いますね。110号室に男は3人ほど溜まり込んでいて、まあタバコを吸ってたみたいで、まあ、そのうちの1名がもしかしたら辛坊治郎さんの、まあ本名は秋岡というんですけども、秋岡というものがその中のうちの1名の可能性があるんですよ。直接そのものと喧嘩をしたことはないんです、なかったと思うんですけども、まあ、そのものもね、何か勘違いしてたみたいですね。その父親を利用して有名になろうだなんだろうっていうようなことを、僕に言ってきたんですけども、全然そんなつもりもないし、むしろ私の方が有名だったから、世界というレベルで見ると。ただその時僕はもうそういうような認識はなかったんですが、朝、こう、この辺りが痛くて、こう、体をよじるときに、すごく激痛が走って、だから寝てる間に、肺に穴開けられてるんですよ、神がかり的な力の方で。だからそのあらかじめの宣言をされていて、そうなっていて、だからもう、空っぽの肺に穴が開いてるから、息が苦しいんですよ。肺って2つありますけども、だから、その状態で連れて行かれてるんですよ。だからまあ、そういうような段取りになっていたのが、結局、その、加谷公平っていう男と僕だったら、多分まあ僕の方が腕力強いと思うんですよ。だから無理やりそういうふうな状況を作られていた可能性があると。で、その黒い服自体、もしかしたらキャバクラでそいつ働いていたかもしれないんですよ。店の入り口に黒いタキシード着た人間とか見たことはありません？三宮とか歩いていて、あの鬱陶しい存在。だからそこは三井住友にも変わったぐらいの頃ですかね。だから、してることは全く同じだとか、何かそういうふうな状況だったんですけど、まあ、昔はその話で三井住友が合併だったんですよ。もうそれ以来、その後、会社の上の方に ついてきた人間とか、同僚とかの人間で、キャバクラ行こうぜだとか、まあ、場合によっては、何々狩りだとか、要するに、胸を取ってしまうっていうね。まあそれで行こうやとか、なんかもうややこしい話ばっかり持ってくる人間がいて、まあ一切もう行かんとこうと思って、
もうこれ以上ややこしいことになったら嫌だからということで、もう車に乗せられて連れて行かれそうになってましたから、もう後ろの方でもう寝たふりしていて、でも途中から鬱陶しくなってきて、もうこいつやってもらおうかなみたいなことがやっぱり頭の中よぎってきて、でそれを察知したもう一人の男が、あのもうその辺にしとかんと、もうそいつが怒り始めてるからって、俺止めへんでとかこう言い始めて、でその誘ってきたやつは、まあ、古谷っていう名前のやつなんですけども、もうそいつもちょっとおとなしくなって、あの TOKIO の松岡と名乗ってたものかもしれないですよ、その男。その後ね、まあ、他の場所は僕は忘れてるだけかもしれませんけども、ちょっと前に働きに行ったそこの老人ホームの桃源郷の介護職の連中も、何か、キャバクラに行こうだとか、なんかそういうこと言ってきたりいましたね。その時はもう我慢の限界来て、もうだいぶ何か言ったと思いますよ。そりゃそうでしょ、そりゃもうそこ怒鳴らんと無理でしょ。怒鳴ってはなかったと思いますけども、ある程度の大きな声で、だから民事訴訟法を最後まで読んだことある、刑事訴訟法を通って民事でも誰でも逮捕できるよって、あと制服着てる警察官への引き渡しやがって、まあ、そういうふうに言ったかどうかは覚えてないんですけども、まあ喧嘩にはあんまりならないよね。その前にね、あそこの働いていた時もちょっと変だったのは変だったんですよ、桃源郷で。まあ、ちゃんと僕、最初はね、真面目な方ですから、マニュアル2週間分で、ここまでできるようにっていうものをもう1週間で覚えました。で、この人仕事覚えるの早いって。当たり前です。してきた仕事がやっぱり全然違いますから。レベルがね。難易度も。それをクリアしてきたかどうかで。で、ただそこで僕の結婚話、云々の話を、例えば従業員食堂の食堂で、食べ物を作ってるおばあさんとかね、からかってきたりだとか、まあ介護職、まあ人材派遣会社の人間ばっかりだったんですけども、喧嘩を売ってくるようなこと言ってくるし、で、まあ正社員、ある意味正社員のものが、やたらと偉そうな口調で物を言ってきて、それまでね、看護師の、夕方とかの、まあ、朝礼を、まあ、幽霊と言い換えた方がいいような、なぜそんな時間に、集まって話し合うんだと。多分、なんか僕関係のことで喧嘩に来てたんだと思いますよ。本当に。だって僕に全然敬語使ってなかったんですから、だから僕の本当のことを全然知らなかった連中なんですよ。そこの中に僕より上の人間がいるかって言ったら、絶対いない。じゃあ君たちその中でねって、世界中の政府上層部の人間と話しつけれる人間なんかいるのって、いないでしょって。その時点でどちらが上か分かるでしょ。その辺の看護師ですよ。もうあれも知らん、これも知らん、もう何も知らんことばっかりの人間ですよ。だから僕は今言ってるのは政治とか経済とかの話ですよ。それでも仕事勤務中にあれこれ聞こえてくるから鬱陶しいのに、いやこっちから見てたらね、無駄なことしてるなと。やたらと毎日毎日集まってしょうもない話ばっかりして、いや世間話が入ってくるんですよ。だから僕関係の話が、もうそんな話されたらもうさっと解散してすぐ仕事場行かんかいって思うじゃないですか。で、介護職の人間のそこの正社員とされてる女で、もう名前忘れたんですけども、ある日突然ね、もちゃくちゃ僕に怒鳴り込んできて、あんまり言い方ひどかったから、お前何様のつもりやねんと。もうこちらもこうなったんですよ。あのね、その、まあまあ、もう内容はしょうもないんで、まあ言わないでおきますけども、もうその人も思い込みなんですよ。まあまあ、ちょっとまあまあ、けどまあ、説明しなかったら、もうどういうふうなことだったかって分かんないから、一応言っときますけども、老人ホームの人たち、その、おむつとか着用してもらってるんですね。で、その、漏れる漏れないがあるんですよ。で、漏れてたら、
以前誰が交換したんだなんだとかいうことをね、言い始める人たち、ごちゃごちゃ言うんだったらじゃあ自分で交換してこいって僕は思ったりするんですけども、普通に考えたら分かります。いや僕はしたんじゃないですよ、僕の例じゃないんですよ、交換したところの別の人が交換した例なんですけども、違うんですよ全然。僕も右足開放骨折したことがあって、だからまあ市民とかで、ベッドの上で動けないまま1ヶ月以上生活してたことがあるんですけども、おむつも1回試したことあったんですよ。だからちょっと動いただけでずれるんです。だからこれ日本中の介護職の人たちとかでこう何か漏れ運動が出てきたとしても、その老人ホームのね、その入所者さんがまあそのおむつのね付け方運とかでこだわったりしてる人が いるんですけども、まあ、それ違うんですよ。動いたら絶対ずれるから根本的に違う。あと吸収量の ところでね、たくさんその例えば小、とかが出た場合、それも吸収しきれない本当に。それ人による体の大きさとか、どれぐらい我慢していて、分量がどれぐらい出たかによって結局は、だからその辺のまあまあそういうふうな、ところでだいぶ見学長でものを言われて、まあまあそこで、ちょっと怒ったことはあるんですけども、怒ったというかまあ叱ったですね。だからその人間は自分が正社員であるから、人材派遣会社の人間は自分より下であると物事を見るんですね。だから社会経験で見たら僕の方が絶対的に上なのに、もうこちらも我慢の限界あります。大した仕事してないのに、もう見てるからすぐにね手止めて、テーブルの上にこう両手ついてね、ぺちゃくちゃぺちゃくちゃ喋ってるんですよ。逆、お前が早動けと、だから仕事遅いねんと。まあ明らかにそいつの方が遅いですから、僕より。ほんと毎日仕事に来て、正社員雇用で週5日で来て、それでそんなものをって、もう怠けてばっかり。ちょっと話がだいぶ逸れたんですが、まあそこで言いたかったのは、そのキャバクラの件。だからここの介護職の連中、春山整骨院関係で僕に喧嘩売ってきてたでしょ。もともと2003年に、建物が解体されていて、春山整骨院。だからもう2000年ぐらいの頃に、もう入り口ペケポンで、こう、もうこれぐらいの大きさの木の板で、分厚いので、もう誰も入れんようにって、もう打ち付けられていたんですよ。裁判所の判決が出ていて。で、解体が始まったのが2003年、僕はナルトレーサンスリゾートホテルに働きに行ってる時で、で、その、ただそこの職場のところは一緒に働いてた人間が、子供の頃僕に強制わいせつしてきた人間か、まあそれは多分その人間である可能性が高い。で、その後、はっきり判明するんですけれども、僕は両輪を殴られた2008年の、6月、神戸大学附属病院に搬送されて、そこでオペが終わったその翌日に、準看護師が気を吹き、どうしますかって言われて、してくださいって言ったら、入ってきた女で、一人は大瀬まりな、こいつは実行犯なんですけども、もう一人は、藤山っていう女。で、藤山っていう女が、大阪ヒルトンホテルで働いていた時に、先に人材派遣会社の人間として働きに来ていた藤山っていう男性、その当時髪の毛茶色に染めてた男なんですけども、その男の娘である可能性があると。もしくは親族。昔、その男は僕に証拠がどうこうみたいな形で家持って帰ってから見たら、アダルトビデオだったんですね。だからその藤山っていうやつも多分その業界の人間なんだと思いますよ。だから阪神・淡路大震災があって、神戸市兵庫区、まああの辺りもね、もともと、まあ三宮もそうですけども、もともとあまり良くないところの店舗は結構あったんですよ。もともとはね、新海地の辺りとかはそうだったんでしょうけども、昔は。もう今はないですけども、新海地のところは。多分ないと思います。そういう勢力の人間の、
娘息子がさらに娘息子というような形で、普段からの家の会話で、おかしな人間形成が出来上がっていると。だから僕は何が言いたいかって言ったら、もう一度言いますと、その佳子ちゃんが、その、だから本当は YouTube で見てるんですよ。部屋の中でどうしてるかが出てるから。まあ、おかしな行動をしていたのはしていたんですよね。だその場に僕は言わせていたらどうなっていたかっていうところがあって、これは、関西のテレビ局のアナウンサーで、まあ、どうしましょう。まあ、今回の件は特例でちょっと名前伏せておきますけども、フルネームは。まあ、まあ、女性アナウンサー、まあ、結局髪の毛を染めてるような形にその後なっているんですけども、ホテルのね、その、僕と結婚話を昔した云々で来てたはずなのに、そこのホテルで、どうやら別の、男の上に乗ってるんですよね。乗って動いてるんですよ。で、バレてるでとか、その、YouTube でね。YouTube だと思うんですよ。もしくは裁判所経由のテレビの映像。もう僕もごちゃごちゃになってますから、もう数が多すぎるんですよ。そういう変なのが。で、だからそれが、淡井圭介の家の近くへ来て、顔作りさせて、で、それで、そういうふうに男と会っていたのかどうかだとか、もう数が多すぎて、もうむちゃくちゃなんですよ。本当に。で、出身地から何から何まで。だって、歌手の浜崎あゆみっていうものも、阪神淡路大震災よりも、はるか前の、バブル崩壊よりも前の1900、まあ一応90、バブル崩壊、まあ、僕は小学校6年生の頃なんですけども、ちょうど昭和から平成変わる頃ぐらいですかね。その頃に、小学校6年生の頃に、浜崎あゆみというものが、前から2番目の、デスクに、まあ、机に、椅子に座ってるんですよ。廊下側の。まあ、パッと見た時に、誰っていう、あれなんかすごい背小さいけど、明らかに。って、まあ6年生と4年生、じゃあだいぶ差があるじゃないですか。だから今考えたらね、だから本当に福岡なのか。だからウィキペディアで一時期は長崎出身だとかそういうことになってたんですよ。でその後福岡県出身になってるんですけども、もっと辿っていったら本当は兵庫県だったっていうことになるんですよ。阪神淡路大震災があったから、鈴木亜美っていうものと同時にデビューしてるんですけども、同じ ABEX だったと思うんですけども、そこは鈴木亜美の方は、神戸市出身だっていうことをはっきりと述べてるんですよ。だから浜崎あゆみって小学生の頃から髪の毛染めてたんですよ。で基本的に、まあ、サッカー日本代表の宇佐美もそうなんですけども、まあ、年下のはずなんですよ。もうその男は永田工業高等学校に、髪の毛染めてる状態で、年下なのに僕らの学年に混ざって授業を受けてたんですよ。で、そいつと一緒にいた横田っていう男も髪の毛染めてるんですよ。で、基本的にこの話を総合していくと、学校に来る連中で、まず髪の毛染めてる連中多いんですよ。じゃあ髪の毛染めた方が偉いのかっていうとそうじゃなくて、間違えてる人間ほど出世していませんかっていう話になるんですよ。でしょ、不良化してる人間だからこそ、不良ばっかりが集まるテレビ局に集まったんでしょっていうことになってくるんですよ。これ後付けになるんですけども、あの時に例えば佳子ちゃんの部屋に、まあその時の年齢があるでしょうから、フミート様とか紀子様がいらっしゃったんだと思いますけども、多分僕はあの部屋に行くべきではなかった。もうそういう話がね、フルーツアパークのホテルではたくさんありすぎるぐらいあるんですよ。なもうだから、なんていうんですかね、もう恋愛感情云々とか結婚幸せとかそういう感情は僕は二十歳ぐらいの子を吹き飛んでいましたね。そういう風な状況と流れのまま、だから大阪ヒルトンホテルでもややこしいもの渡されるでしょ。
で、大阪ヒルトンホテルは賃金は良かったんですけども、まあ、しっかりとした支払いはなかったんですよ。あの、違法側の支払いの仕方でお金は支給されてたんですけども、まあ、だからそれもしなきゃ、裁判しなきゃならないんですけども、その後、淡路花博では、まあ、性的な問題は、会いに来た人間がヌードの写真集を出していた菅野美穂だったりだとか、だからその時見たらね、あの、こういうのに出てったものなんですけどもっていうものを自分から言わなかったら引っかかるわけじゃないですか。エロ業界側の人間だったなんて分かんなかったと。そんな人間と結婚して人生どうなると思います？むちゃくちゃですよ。いえ、あの、結婚して子供生まれたら。もう子供産んでないでしょ？自分でも分かってるはずですから。世間にそんなものを晒して子供なんか産んだらその子供はどういう目に遭うかっていうことが分かってるから。のはずですよ。押切萌ちゃんと海老原由里というものが来ましたけども、よくよく考えたらフルーツ・ザ・パークにも働きに来てたんですよ。僕はの、その、二十歳前後ぐらいの、1998年ぐらいの頃。その頃から、だから海老原由里なんか、僕より年が1、2歳下なのに、敬語をしっかり使ってなかった。で、海老原由里の、妹の方は、もっとちゃんと、敬語しっかり使うんですよ。だから今考えたらテレビ局を正常化するんだったらしっかりとした敬語を使う、妹の方は本当は正解だったんじゃないのの話になるんですよ。だから僕はその当時公務員の人たちの方が仕事がっていう、まあ、人材派遣会社所属でしたから、だから、公務員になることを勧めたかもしれないですね。妹の海老原なんとかっていうもの、もう君しっかりしてるから、もう今からの年齢だったら頑張ったら公務員になれるから、今から頑張って公務員目指した方がいいっていうことを、まあ伝えてたんですけど、だから、その押切萌ちゃんとその海老原由里というものを2名が会いに来た時に、もうこの2人とも結婚話をどうやらしていて、いや、どうやらじゃない、ある程度の記憶はある。で、そこのね、事務所の社長と思われる人物が来てるんですよ。だからこちらからパッと見た時に、その結婚話をしていたことは、その2000年アージ花子の時には忘れていて、どこも誰か分からなかったから、どう見えたかって言ったら、うわ、来たで、男一人で女二人連れたやつ来たと。しかもこれ絶対キャバ嬢だと。そういうふうに見えるんですよ。ああいうふうに髪の毛染めていて、髪型とか。まあ自分で凝ってるつもりなんでしょうけども。で、まあメイクうんぬんとかも、もう髪の毛の色ももう金髪に近いような色で、海老原由里の方が金髪だったのかな。やばいやつ来たと。不良化してる人間が2名来たと。で、しかもそんなやつを連れてる男だから、あ、もう裏業界の人間だと。もうそういう認識しか最初僕持てなかったんですよ。で、一応その収穫祭っていうレストランで働いていて、今思い出すと、そこの、まあ、2階と3階があるんですけど、2階で働いていたんですけども、2階のそのキッチンの、コックさんを教えた岡崎さんっていう人も、どうやら警察官で、一応会社を通して、誰それが来るけども、ちょっと話してもらえへんかということの電話で来てるけども、淡路さん残っておくっていうことで、もうちょっと話してみるっていうことだったんですけども、だからね、容姿を見たときに、だから多分岡崎さんも本音で言うと、やばいやつ呼んでもたって多分思ったと思うんですね。来てみると、いや、俺らもかっこ分からへんから、見た目でって。で、どんな話だったって。どういう人たちとか、名前とか住所とか、電話番号とか聞いたとか、まあ、そういう話だったと思うんですけども、押切萌ちゃんが千葉県って言われた時点で、もう無理ってなったんですよね。いやいや、もう、まあ、一応ね、丁寧な話し方はしていたんで、もうその時の喋り方だけで言うと、人、まあ人格的には悪くはないんじゃないかなというところだったんですけども、千葉県との恋愛って、
これはね、真面目な話がそこにプラスされると、後で他の人にどう言われるかって言ったら、親の介護どうするのっていう話になるんですよ。で、あと千葉県で働く当てあるっていうことになるんですよ。どっか働くところって。いや、だからね、昔から言われてるんですけども、そこまで長い距離の長距離恋愛ってなかなか難しいです。まあ、電車に乗ってね、片道1時間ぐらいの恋愛だったら、そんなに苦じゃないと思うんですけども、やっぱりその距離の壁って、まず越えれないと思うんですよ。普通は。むしろ、まあ、それだけよりも、1日8時間超えた後の割増賃金とかと土日祝日、祝日法なんですけども、行政が土日祝日が割増賃金で決めてますから、最後もそれで一回、ちゃんとお金振り込まれたことありますから、株式会社神戸ワイン相手に。1年間だけの分ですよ。他の年の人が全部まとめたらもっと金額だいぶ変わってくるんですけども、ただあの時ウェスティンホテルで働いていて部屋に呼び出されていたらどうなってたんですかね。あと、まあ、かこちゃんもまこちゃんも今の話聞いて、だから2019年、ホテルに行くようにまこちゃん言ったでしょ。私たちがお金を出すからとか言ってましたけども、いや、それ、棒読みみたいな形で言ってるんですよ。電波で聞こえてきて言ってるのか。で、ホテルに行く前にね、僕に、こう、お金を入って、こう、3万円なり、3万円で一泊できましたっけ？わからないですよ。その当時の、まあ、価格、云々、まあ、築何年とかいろいろありますから、まあ、東京都だからそこそこ、高い値段はすると思うんですよ。まあ僕は大阪ヒルトンで働いていた時、まああそこはもう一等地ですし、ヒルトン自体が名前の通ってる、世界的な大きなグループの会社ですから、まあ、そこは高かったです。一泊一人当たりだと思うんですけども、3万いくら、最初の頃は4万円超えてたんですよ。だから、そこでね、お金を入って渡してくれたら、それは止まるかもしれませんけども、別にお金渡してもらったんですよ。私たちがお金出すからとか言って、いやまあ、そういえばそのホテルの受付の人は話は聞いてますとは言ってたんですけども、何の話を聞いてるか教えてくれなかったら、わからないわからないわからない。その宿泊料金は1泊までなら出しますなのか、2泊までなので、までなら出しますなのか、もう話がもう他方に広いすぎてわからないけど、あとそこ泊まった時にね、うちからチェーンロックかけてなかった、あれどうなってたんです？入ってこられてました？可能性あります？世の中みんなが考えてるよりもむちゃくちゃな世の中だって、コンビニとかエロ本置いてるでしょ、あれよほごいよ、刑法175条違反、250万円以下の罰金か、他のあとそれプラス他の、まあ、罪とかも、まあ、閉鎖されるような形でしたっけ。まあ、そういうような、ものも、いや、もう、いろんな法律が他にもあるから、250万円の罰金払って、それだけで済まなくなるでしょ。どう考えても。特に僕の場合は、いろんなことがたくさんありすぎたから、いろんな件もいっぱい出てきて。まあ、ちょっとまあ、長くなりましたけども、まあだからまあ、ただ、かこちゃんが、フルーツアパークに宿泊してる時の映像って、YouTube であると思いますね。だと思う、YouTube だと思う。わかんない。もう、YouTube じゃなくて、何か、インターネット記事か何かからアクセスする動画かもしれないし、もう、ちょっと、もう僕もよくわかんない。かテレビからこの子見覚えあるだったかもしれません。いやだからね、これ一般人の人もよく聞いておいて、もうそう簡単にもうホテルとかも夜中もかなり怖いことになってます。